三日月オーガス、ガンダムバルバトスルプスレクス、行くぞ。バルバトス最終形態、ここに極まる。メタルロボット魂サイド MS、 ガンダムバルバトスルプスレクス。本作のメカデザイナーである鷲尾直弘氏監修による劇中のイメージを極限まで追求した造形。メタルロボット魂シリーズの蓄積された稼働ノウハウを集約し、人ならざるものへと近づいていく荒々しい獣のごとき姿をリアルに再現。シリーズ史上最高のダイキャスト比率が圧倒的な重量感を生み出すと同時に、より多彩なポージングを可能にした。外装はマットカラーをベースに、グロス、メタリックなどの質感を散りばめ、高級感を表現。あえてかすれ傷を施したマーキングは、命の限り戦場を駆け抜けた鉄火団の機体にふさわしい印象。関節部のダイキャストには電解メッキを施した重厚感あるガンメタル。モビルスーツとしてのリアルな存在感を感じられる仕上がりとなっている。使ってやるからもっとよこせ。火星での最終決戦時を再現するための眼光エフェクト。激しい動きを際立たせる鉄血のオルフェンズらしいモビルスーツの魅力を追求した。射出用ケーブルの装着でテイルブレードの躍動感ある射出状態でのポージングが再現可能。超大型メイスは劇中のイメージに合わせたビッグスケールの仕上がり。塚の伸縮、背部へのマウントも再現。脚部にパイルバンカーを装着可能。バルバトスらしい蹴りのアクションが映える。様々なドラマの舞台となったコックピットは開閉可能。考え抜かれた可動構造は印象的な正座での膠着状態も実現する。差し替えパーツで両腕からサブアームを展開。自由度の高い関節構造がバルバトスルプスレクスの新たな魅力を解放する。メタルロボット魂史上最高の金属比率による圧倒的重量感、よりリアルな存在感を生み出す細やかな彩色、多彩なポージングを可能とする関節構造、従来のガンダムタイプとは異なるあの劇中イメージを見事に再現。おいバルバトス、お前だって止まりたくないだろう。メタルロボット魂サイド MS、 ガンダムバルバトスルプスレクス。2020年1月、受注開始。俺たちの本当の居場所だろ、オルガ。